あ、もう、朝か。そう吐き出すように声を出す。お腹すいた。朝ごはんはどうしよう、と考えながらふと思い出す。そうだった、昨日の夜に食材使い切ったんだっけ。今から人里に向かうとしても、ここ最近お賽銭の入れが思ったより良くないために、収入がかなり少ないのだ。ことあるごとに異変を解決してるってのに、感謝の気持ちがないのかね。人里の住人は、おお、クレーム、邪魔するんだぜ。おはよう、マリサ。朝っぱらからうるさい、もう少し静かにしてくれない？なんだなんだ？低血圧なのか？毎日雑草ばっか食ってるからそうなるんだぜ。まったく、山菜っていつも言ってるじゃない。嘘つけ、神社裏にそこら中に生えてる草を、死んだ目で口に運んでる姿を見たときは、驚きすぎて声を出すことすらできなかったぜ。私たちが異変解決者だからってさ、それだけで生活できないのわかってるだろ？そんなこと、言われなくてもわかってるわよ。だったら、この場所が遠すぎるのがいけないのよ。おい。大体なんなのよ、わざわざこんな長い階段登って、参拝してくれる人なんてどれだけいると思ってるの。何代続いてるんだかもうわからないけど、住みにくいことこの上ないわ。まあそんなカリカリするなよ。人里の連中だって人がめちゃくちゃ多いわけじゃないし、年寄りだって多いんだ。ここまで来るのが、難しいのはわかってるだろ？そりゃあ、わかってるわよ。まったく、しょうがないんだぜ。ほらほら、さっさと出かける準備するんだぜ。出かけるって、どこに？ここ最近噂になってる飲食店だよ、おごるぜ。珍しいわね、マリサがおごるなんて。で、その店の名前は？グッチーナ、レフィメンディだぜ。すやー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 が。ありましてね、寝坊した僕が悪いのは分かってるんです。ですけどね、せめて手加減してください。まったく、何してるのよ。いや、そんなこと言われましても、なんでいつもあんな扱いなんですかね。知らないわよ。そんなことより早く準備してよね。あなたなら平気でしょうけど、いつも爪が甘いから仕込みの量が足りなくなってて、にゃわにゃしても知らないわよ。気をつけます。ところで今日のご予約は？今日は一件のみ、あとはフリーで来店って感じでしょうね。ほい、やっと予約入ったんだ。軌道に乗るまでは忙しくはないけど、嬉しい限りね。まあ予約の二人は顔なじみなんだけれど。そうなの？楽園の素敵な巫女と普通の魔法使いよ。あ、あの二人か。っていうか霊夢さんの食事場は、改善されないんですかね？それは難しいわね。白霊神社の場所が、こことはまた違う遠さがあるからね。お賽銭入れに行く人が少ないのはしょうがないわよ。そうだよね。ああ、うつ主？ん？行き過ぎたおせっかいはやめときなさい。ただでさえ自分のやることがたくさんあるのに、人にかまけてばかりだと、己がおろそかになるわよ。まあそうなんですけど。さ、早く準備を終わらせなさい。そろそろ開店準備しないと間に合わないわよ。はい、頑張ります。あ、お疲れ様です。今お時間大丈夫ですか？待て、なんだこの BGM は。ストープ。お腹すいたよー、ひもじいよー。さっきまでの凛とした顔つきはどうした？この匂いが悪いのよ、私を殺す気？いいから早く私にご飯を。お肉を、肉を。早くご飯をくれないと。お前を、食ってやろうか。なーんてね、冗談よ冗談。まったく冗談に聞こえなかったんだぜ。せっかくマリちゃんがおごってくれるんだから、そんなことしないわよ。マリちゃん言うなし。まあいいや、そろそろ行くんだぜ。そうね、あったかいお肉が私を待ってるわ。こんちは、二人入れるかい？いらっしゃい。待ってた、予約席。こっち、ついてきて。ちょ。なんで蓬莱がここにいるんだよ。説明、面倒、いいから、こっち、早く。ねえ、どういうこと？いや、私もわからないんだが、
まあ細かいこと気にするなよ、行こうぜ。いらっしゃい二人とも、プッチーナレフィメンディ、幻想郷してね、ようこそ、歓迎するわ。なあどういうことなんだぜ、なんでアリスがここにいるんだよ。なんでって言われても、私がここの店長だからよ。いやそうじゃなくてだな。ねえそんなことよりお肉よ、お、肉。血が滴る赤い肉、活力を呼び覚ますうまい肉。私はそんなお肉を所望するのだ。おいはしゃぐな、落ち着けって。ガルルルルルルル。いいのよマリサ。この子ったら普段から雑草しか食べていないんでしょ。あんたも失礼ね、山菜って言いなさいよ。だからそこらに生えてるのなんて雑草じゃないか。私は認めない。私は認めないんだから。わかったから静かにしてよね。他のお客様にご迷惑よ。いいからお肉、朝ごはんも抜いてきたのよ。オーナーカースイーターの。お、おい。もう少し女の子らしくだな。それでお腹が膨れたら苦労はしない。まったく仕方がないわね。それじゃあそんなはしたない霊夢には、とっておきの朗報よ。なになに。今日のおすすめは松坂牛のステーキとか。本日当店にお肉はございません。絶望した。手首を吊ろうとするんじゃない。おいおい、ここはレストランなんだろ。ここはレストランじゃないわ。プッチーナ、台所よ。台所でいいかもしれんが、ここは食事どころじゃねえか。肉ぐらい用意してないのかよ。まあね、でも今日は本当にないのよ。このお店は気分でその日のメニューを作ってるからしょうがないのよね。飲食店としてどうなんだそれ。まあ別にいいんじゃない。神さんも趣味でやってるようなものだし。って、いつまで床の埃を数えてるのよ。絶望したー。げ、元気出せって。もうしょうがないわね。そんな絶望霊夢ちゃんには今日のおすすめ、絶望のパスタを作ってあげましょうか。はい、それでは本日のおすすめ、絶望のパスタと言われているイタリアの定番、アーリオ、オーリオ、ペペロンチーノ、レフィメンディ風、作っていきますよー。まずは材料のご紹介ね。見ての通り通常のペペロンチーノとは、見かけないようなものがございます。初めて聞くようなものなどいろいろと説明しますが、それでも不明な点がありましたらコメント欄、もしくは Twitter のリプや DM でご連絡いただければ、お答えしますのでお気軽にどうぞ。また自分で仕事増やしてどうするの神さん。そういう時は質問をまとめて動画にしなさい。いいわね。はい、すいません。さて気を取り直して、まずは使うパスタはベルミチェッティの 1.9 ミリを 100g。 ねえ、ペペロンチーノって細い麺を使うんじゃないの？あとベルミチェッティって何？おっとそうだね、それじゃ今から説明するね。ではこちらをご覧ください。簡易的な種類のご紹介ですが、この辺を押さえておけばバッチリです。っていうか名称に関してはぶっちゃけ当てにならんかと。今回のようにベルミチェッティが 1.9 ミリだったり、スパゲッティが 1.7 ミリで売られてたりと、メーカーによってばらつきがあるので、料理によって太さで選んでください。ではお次に、ニンニクのコンフィの説明を。コンフとはフランスの伝統調理法でして、食材の風味や旨味、保存性を良くしてくれます。それを今回のパスタソースのベースにしていきます。それでは次に、コンフィの作り方の説明を。これはフレンチ技法ですが、実はめちゃくちゃ簡単。鍋に皮むきニンニクとブレンドオイルを入れて、弱火でじっくり低温で1時間弱煮込むだけ。以上ね、簡単でしょう？だから神さん、説明をはしょるんじゃないわよ。画面の前の皆様にちゃんとわかりやすくしなさい。はい、ごめんなさい。オイルで煮込むならアヒージョだってあるでしょ？その違いくらい説明しなさいな。アヒージョはスペイン語で小さなニンニク風味。様々な食材を使ってパンと一緒に食べる料理なんだ。それに対してコンフィは料理名によく使われますが、これはあくまで調理法やそうやって作られた食品の総称なんで、そこから派生してソテーしたり、カスレという豆のシチューに使われますね。はい、よくできました。ちゃんとそうやって言えるんだから手を抜かないの。あとこの鍋下にある仕掛けの説明もしなさいよね。さすがアリスさん、よく気づいたね。これは僕がよく使うやり方なんだけど、五徳の上に深手のバットを置いて、熱源を全体に広げているんだ。熱源を広げるって何のために？コンロの火って鍋底全体に温めてるように思うけど、実際は火が当たってる部分が熱されて、そこから徐々に熱が広がっているんだ。弱火だから焦げないと思ってたら焦げていたり、火の入り方にムラができてしまうんだ。なるほどね、だから下にバットを挟んで鍋に当たる、火の点である熱源を面に変えたわけね。そうそう、さすがだね。さらに深手のバットを使ってるから直火にならず、コンロからも遠火になるからさらなる極弱火に、できるようにしてあるんだ。家庭用ガスコンロだとレバー式で調整するタイプでは、弱火にできる限界があるから限界突破ならぬ、最低突破ってやつだね。あっは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 。面白くない？生きてみよ。さあ次はホットジンよ。これは何？あこれね。アリスさんはコーレーグースって知ってる？もちろん、沖縄の辛い調味料よね。そうそう、それをジンで作った僕のオリジナル品だよ。
え、高齢ブースって作れちゃうの？もちろん、レシピはこちら。ジンの種類は安いので構いませんが、個人的にはボンベイサファイアがおすすめです。あのボタニカルな香りが料理を爽やかに仕立てるアクセントになるのよね。ふーん、でもジンでも高齢ブースみたいに辛いの？こいつは正直辛い。味見で人舐めしたら悶絶したよ。むしろこれショットで出されたら胃が狂い出すかも。何その危険物質、なんでそんなに辛いわけ？それはね、唐辛子の辛味成分であるカプサイシンがアルコールで漬け込めば辛さを抽出できるんだ。なんでアルコールなのかっていうと、スコビル値って聞いたことない？それって確か辛さを示す数値よね。正解。カプサイシンの抽出液を砂糖水で希釈して、舌が辛さを認識できるかどうかの砂糖水の倍率で、そのスコビル値が決定されるんだ。で、その時に使われる抽出液に使われる液体がアルコールなのよね。なるほど、だから辛味をホットジンでつけようとしたのね。オイルで辛さを出すと辛味が安定しないから。そうそう、それに後からいくらでも辛さ調節できるから非常に便利なのだ。とまあ特殊なものはこのくらいかな。え、そうね。さあ調理工程に移りましょうか。ではフライパンにニンニクのコンフィを入れます。映像ではニンニクが12粒ですが15粒で入れてくださいね。え、またやらかしたのかしら。違うんです。作り終わった結果なんですけど、少し足した方がいいと判断したので、そう思った次第でありますです。はい、まったく仕方ないわね。それじゃあ次はニンニクオイルね。はい、スプーンで 20ml 移したら火にかけます。ねえ、測らないの？ああ、毎回測ってたら手間だからね。慣れてくれば大体の量とか分かってくるもんですよ。ふーん、画面の前の皆様は一度測ってみてくださいね。あと今更なのですが、注意事項というか、撮影しながら料理するのって初めてなんですよ。なので所々カットしたり、カメラ意識していろいろとおぼつかないところもあるんで、ゆるい感じでこれからの動画を見ていただけると助かります。ねえ、はい、すんませんでした。反応が早いわよ。わかってます。レシピでニンニクオイルと書いていながら、なんでブレンドオイル入れたかですよね。これはあれなんですよ、ニンニクオイルだけだとくどくなるかなと思ったんで、香りを減らそうとしたんですけど、これだけニンニク使ってるんだから意味ないわよね。おっしゃる通りでございます。ちゃんと台本作っときなさいよ。はい、申し訳ございません。さてと、では鍋にオイルとニンニクが入りました。そこから火にかけてコンフィを温めていきます。最初は中火にかけて気泡が出てきたら弱火で再度焦がさないよう香りを立たせていきます。食欲を誘ういい香りね。でもこれだけ使ってるとお口の匂いとか気になるのよね。女性はそう思っちゃうよね。でも安心してください、コンフィにすることで後に残るような香りはかなり抑えられているのでご安心を。それでも少しはあるってことなんでしょ。まあね、ニンニクコンフィ30から40も食べたらあれだけど、15粒ぐらいの量なら匂いは残らないと思うから大丈夫。だから女性でもニンニクをしっかり安心して食べれるよ。さてお次はここにホットジンを入れていくよ。あれ、香り付けにするんだから最後じゃないの？本来ならね、今はランチ時でアルコールを少しでも残したくないから、アルコールを飛ばして辛味だけつけるよ。ディナーなら後入れで香りを楽しめる料理にするけどね。っていうかここでもあれです、最初ホットジンを大さじ1と書きましたが、これの辛さにおじけづいて大さじ 0.5 ぐらいしか入れておりません。だからまたあなたは。でも実際これだけだと辛味が足りなかったから、後で足して結果大さじ1です。その辺はお好みで。まったくもう。さてお次はここに水を 150ml 入れていきます。そしたら強火で一度沸かしましょう。はい、カット。はい、沸騰してきましたら一度辛さを確認します。辛さに関しては味ではなく通覚の問題ですからね。辛さが足りないというのであればここで調節してください。辛さが決まりましたらここに塩を入れていきます。レシピでは2つまみと書いてありますが、人によって手の大きさが違いますので、そこに関しては味のばらつきが出てしまうので調整してください。1つまみ2つまみって言うけど、実際どのくらいの量なの？親指、人差し指、中指の3本でつまむ量なんだけど、約 1g とは言われてるね。でも先ほどそれぞれ手の大きさで変わるから調節してみてください。その辺の細かい数字になるとキリがないので、ある程度の目安で言うと全体 41% の塩加減が程よいのかなって思います。まあ料理次第で変わるので、しっかりと味見してね。そして今みんなが不思議に思っていたであろう薄力粉。そうそう、それって一体何のために入れるのかしら。これはパスタに必須な乳化を促すために入れるんだ。水と油ってことわざになるくらい性質が合わないんだ。だからそれをつなげるための界面活性剤として、僕は薄力粉または米粉を使うんだよね。ふーん、でも乳化中って言われる人たちが出てくるぐらい面倒くさい工程なのよね。という話は聞いたことあるけど、正直しなくてもいいよ。料理人がこの料理をこう表現したい工程の一つとして乳化をする必要があるんだ。そして今回僕は行うのは完全乳化。ペペロンチーノの乳化に対して2つあるうちの答えの一つ、
味が決まったら、あとはもうブレンダーを使って、バーニャカウダのようなソースにしていくんだ。ほえー、なんだかクリームソースみたいね。正確に言うならニンニクのポタージュだよね。正直このままパンで食べても美味しいんだよ。いいわね、私もなんだかお腹空いてきちゃった。それじゃあ明日以降のまかないでいいかな。実は面白いトマト缶手に入ったから、今日はそれをまかないで用意してるからそれで我慢してね。わかったわ、それはそれで楽しみにしておくわ。それじゃあ料理の続きをしていこうか。ブレンダーでしっかりと混ぜていきます。全体がニンニク、オイル、水分がきれいに混ざったら、それで OK なので、ちょこっとカットしますね。はい、きれいに混ざりました。そうしたら一度味見をしましょう。その時に塩味や辛さを確かめて、味の調整しましょうね。そうしましたらお次にイタリアンパセリを用意します。包丁で刻んでもいいですが今日は手でちぎります。そうしたら箸やスプーンとかでソースと合わせましょう。そしたらここで火を止めて、パスタが茹で上がるのを待ちましょう。ではカット。はい、麺が入りました。茹で時間に関しては袋通りでお好みで調整してね。今回はソースが完成してるので温めるだけなので、アルデンテ気味にお湯から上げてください。さてここで最終的な味見を。うん、いいね。じゃあ盛り付けに入りましょうか。それでは最後の工程をしていくよ。仕上げに美味しいエキストラバージンオリーブオイルをかけていきます。使うのはこちら、南イタリアのプーリア州マッセリエビサンテラモのグリーンラベル。石臼でゆっくりと絞られたコラティーナ種オリーブをコールドプレスにかけた新鮮で香り高いスパイシーな香りが特徴だからこのパスタには合うんですよ。そして最後に飾り付けの糸唐辛子を添えて、これで完成でございます。アーリオ、オーリオ、ペペロンチーノ、レフィメンディ風。それじゃあアリスさん、よろしくね。任されたわ。ここからが本番。本当の完成に仕上げていきましょう。私、もう、生きていけない。いい加減元気出すんだぜ。絶望。絶望。早く料理来てくれないかだぜ。そういえば絶望のパスタってなんだ？聞いたことがないんだぜ。それはアリオオリオエペペロンチーノのことよ。やっと来たか、待ちくたびれたんだぜ。霊夢の相手ご苦労様、お腹すいたでしょ。早くこいつに何か食べさせてやってくれ。めんどくさくて仕方ないんだぜ。ほら霊夢、きちんと座って、今用意するから。マリサ、アリスがいじめる。ほら、機嫌直せよ。肉じゃないけどパスタが来るんだぜ。でもペペロンチーノなんでしょ。具もなくてパサパサで脂っこいものなんて食べたくないわよ。ひどい言われようね。まあいいわ、食べる前にワインでも飲む。お、いいね。気分的にスッキリしたのが飲みたいんだぜ。ご飯、ご飯。それでは本日のグラスワイン、外の世界でワイン大国と呼ばれてるフランス、その中のアルザス地方で作られる、ドメーヌ・キューンのリースリング2018年を出すわね。ふーん、これってどういうワインなんだ？これは現地フランスの有名レストランでも選ばれてて、非常にコスパも良くて人気なワインなの。300年以上歴史のあるワイナリーで、現地でもとても人気があるそうよ。売ってるところには売ってるけど、もし気になった方は、概要欄にネットでの購入先を置いておくので、ぜひ買ってみてくださいね。ではちょっとカット。お、綺麗な色してるんだぜ。そうね、色合い的には少し青みがかった強めの黄色って感じね。いい匂いがする。やっと戻ってきたか。ああ、早く飲んでみたいんだぜ。ねえアリス、それ私にもちょうだい。もちろんいいわよ。ワインなんて普段飲まないけど、すごくいい香りがする。何かしら、花の香りに柑橘系。私はとりあえず飲んでみるんだぜ。お、これはいけるんだぜ。そうね、日本酒にはない辛口感があっていいわね。ふふ、喜んでくれて何よりだわ。なあ、せっかくだからアリスの感想も聞かせてくれよ。私の？
外の世界じゃソムリエっていうワインの専門家みたいなのがいるじゃないか、カニさんから聞いたぜ。そうね。じゃあせっかくだから表現してみましょうか。最初に香るは、リースリング種の特徴である白い花の、フローラルな香りで、次に来るのはペトロール香の、冷たくも重い、オイルの香り。だけどその中からはシトラスの柑橘である、グレープフルーツやレモンの爽やかな香り。その後にふわりと香ってくる白桃やライチ。そっと添えられてるようにハーブの香りもするわね。口に含んでみると、透明感のあるさらりとした舌触り、皮の冷たさを感じるかのような、硬質的なミネラル感。爽やかな酸味でスッキリとした辛口のリースリング。しかしたくさんの果実を感じるこの果実味が、大地の豊かさを感じる、生命力あふれた、味わいを醸し出しているわね。そして喉の奥へ潤いをもたらし、鼻に抜けるこの、甘い黄桃の香りが心地よい、余韻をもたらすわ。って感じかしらね。おお、すごいんだぜ、よくわかるな。そうね、こんな液体の中にそんなたくさんの要素が、感じられるなんてね。まあ飲み慣れてくればいずれわかるものよ。じゃあお待たせしました。今日のおすすめよ。アーリオ、オーリオ、ペペロンチーノ、レピメンディ風。ドネームキューンのリースリングとのマリアージュ。ぜひご賞味あれ。ねえ、マリアージュって何？知らん、早く食いたいんだぜ。普通のペペロンチーノじゃないんだ、気になるだろ？そうね、私が思っていたのと全然違うわ。オイルっていうよりはポタージュみたいなソースね。おーおー、めっちゃうまいんだぜ。ニンニクのしっかりとした味わい。刺激的な辛さがたまらんのだぜ。普通細麺なのに、このソースなら食べ応えのある。太麺が大正解ね。いやー、すごいんだぜこのパスタ。このペペロンチーノならいつでも食べたいんだぜ。ねえマリサ。どうした？そんな神妙な顔して。私、天国に行くわ。はぁ？ふふ、いいからマリサも試してみなさい。一口食べて一口飲む。それでその料理は完成するわ。一体どういうことなんだぜ。まあ騙されたと思ってその二つを味わいなさい。きっと霊夢の言ってることがわかるわよ。私も驚いたんだから。ふーん、どれどれ。なるほどな、これは確かに天国だぜ。まるで温泉に浸かったかのような極楽感と、ほっとする心地よい安心感、これが、マリアージュか。どう？面白いでしょ？ああ、こんなの生まれて初めてなんだぜ。絶望したー。そんな笑顔で言われてもな。料理もワインもまだあるからゆっくりと楽しみなさい。それじゃあ私は仕事に戻るわね。ああ、頑張れなんだぜ。それじゃあまたね、レフィメンディをよろしくね。今日もついたちお疲れ様でした。お疲れ様。急に夜から忙しくなったわね。何かあったのかしら？入り口付近に何かできてたよ。ああ、やっとできたんだ。何か？人里からのここまでの転送魔法陣。は？いやー、パッチさんにお願いしたらやってくれてね。ちょっと今度コウマ館に出張料理するだけの条件で、気前よくやってくれたのよね。これはあれだ、無駄にサービスする気だわ。別にいいけど、少しぐらい相談しなさいよね。まああなたがいろいろと勝手に行動するのはいつものことね。せいぜい自分が損しないようにしなさいよ。アリスさん、なんか怒ってない？楽しい、ねえ。なんかごめんなさい。まあいいわ、そういや霊夢たちに絶望の意味を、教え忘れちゃってたわ。そうなの？まあ次来た時でいいんじゃない？でもひどい話よね、絶望なんて名前をつけられて。ん？僕はそうは思わないかな。なんでよ、言いがかりみたいじゃない？具がない、どん底の人間が食べるパスタ。原価が安いからお金にならない料理。夢も希望もない嘆きのパスタとか、普通そう思うじゃない？ひどい話よ。まあ、字面だけ見るとそうだよね。なら。でもさ、どんな言われようでも、それを食べたら笑顔になれるよね。そうね。それに大体、料理の名称なんていつも後付けなんだよ。料理はいつだって誰かのため、自分のためにあるんだ。たとえ貧乏だろうが、それを食べて幸せになっていく。だからそんな不幸なことを皮肉って笑っていくんだ。少なくとも、僕はそう思うよ。でもなんだかんだ料理が美味しくないと、笑顔になれないことぐらいわかるでしょ？まあそうなんだけど。ふふ、まあいいわ、ここにあなたがいる以上、どんなものでも美味しく料理するからね。そこは信用してるわ。あざます。それだけだと僕の取り柄が料理だけだと思うんだけど。いいじゃない、あなたはそれだけで。さあ早く片付けましょう。明日もあるんだから、早く寝なさいよ。腑に落ちないけどまあいいか。さて、じゃあアリスさん。今日もお疲れ様でした。明日もよろしくね。任されたわ。
はい、ここまでのご視聴ありがとうございます。予告編から2週間ちょいと間が空きましたが、なんとかレピメンディ本編第1話と投稿することができました。思った以上に長くなってしまったんで動画の種類を増やしていこうと思います。本編である店舗編、まかない編、僕の日常飯的な、それらどれかを1週間ずつやっていこうと思います。まだいろいろとお伝えしたいことはありますが、Twitter の方で情報発信していきますので、この動画が気に入りましたら Twitter のアカウントのフォロー、 YouTube チャンネル登録をぜひお願いします。それではまた次回お会いしましょう。またねー。